ガンバも運びたいでしょうけども、こぼれ球というのを頭に入れながら長いボール使えればいいですね。倉田のパスに抜けました。サンサド、宇佐美の左足、ナイスキーパー、パクイヌギュ。倉田から宇佐美で崩しましたガンバ。その宇佐美が右のコーナーキックをカーブかけて入れます。とにかくキックに関しては抜群なものがあります。この宇佐美、逆サイディング、三浦健太、旗上がらず、これは決定機。扇原です。伊藤はパクイヌギュに戻しましたが、これで左足で狙った。エフマリノスの特徴を逆手に取りました。ガンバ大阪ボックスの中ではめて、最後は倉田の先制ゴール。繋いでくる相手なので、明確に前に人を置いて前に行きましたけど、ここは身を結びましたね。まあ、選手のやっぱり距離がちょっと近い中でディフェンスからゴールキーパーにボールが入りましたけど、まあ、繋ぐっていうところでプレー選択を、ね、考えたところがコントロールがちょっと大きくなったところ狙われましたね。宇佐美追い直し、取ったガンバ、ゴール入ってますね。ゴール空いてます。井出口が打ってきた、よく戻った、よく戻った。